ちょっと大きな猫ちゃんか。猫じゃない、ワンちゃん。神妙にちょっと神妙しますか。緊張してます。ちょっと首の後ろ持ちます、ね。こちらから。いや、上から出しますか。はいはい。はい、はい、お下ろしください。体重を取ります。5200。はい、OK、はい、もう一回で、これが50だから2200。よく食べてます。よく食べます。あのこの子は主食はカリカリ、あの最近は、あのウィットなタイプのをちょっとあのお湯で伸ばして、それとかは割と好きですけれども、はい、あとカリカリも食べてます。あ、カリカリも食べてます。はい、そうカリカリの主食にしてください。全体の8割はカリカリにして、はい、9割ぐらい、9割ぐらいカリカリ、あ、やついいですね。で、それにちょっとだけウエットのやつを混ぜてあげるといいですね。はい、9割ぐらいならいいですね、そんな感じで。うんちは毎日出ます？毎日出ます。硬さはどうです？程よい硬さです、ね。はい、猫ちゃんってね、結構、まあ、まだ若いでしょ、この子。はい、年齢がいくとさ、カリンカリンのうんちする子がいるからさ。ああ、そうですか、硬い。硬い。あれは転がるような硬いのはダメです。なんか、なんでかというとね、慢性腎臓病になる猫ちゃんは多いんですよ。はい、腎臓病になるとさ、脱水しやすいから、うん、そうすると、うんちの中の水分が取られちゃって、カリカリになっちゃうんですね。今日はちょっと柔らかいぐらいですね。あと、硬からず柔らからず。ここにしたら、つくかつかんかぐらいがちょうどいいです。はい、大丈夫だと思います。つくのはちょっと柔らかいですけどね。はい、じゃあ今、熱測って脈見ますね。内股で、ここで脈見るんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、160回ぐらい、うん、で脈圧は正常ですね。はい、ということは血圧が正常かなと思います。はい、で体重が5200、はい、この間が5300、うん、だからまあ100減ってるけど別に栄養状態悪くないですから、はい、いいと思います。はい、あの少しだけここがぽっちゃりしてますもんね。そうですね、下腹部分のところにね。はい、挑戦します。はい、聴診では呼吸の音と心臓の音を聞きます。はい、呼吸の音は何も聞こえないのが正常です。正常です。心臓も規則正しくトクトクトクと言ってるのが正常だから正常です。ただしちょっと数が早い、ちょっとね、ドキドキして興奮してるからね。ちょっと数が早いですね。緊張してる。でもリズムは悪くないですね。担ぎ、はい、お腹触って柔らかいのが正常ですね。はい、で、上腹部も中腹部も下腹部も柔らかいし、お腹の中に変な作りはないと思いますね。はい、次顔、はい、目見して、綺麗な目してますね。これで強い光を当てて目を見ると網膜まで見えるんですよ。あ、見える範囲は綺麗です。からお耳、耳、うん、綺麗ですか。綺麗ですね。よかった。ちょっとだけ拭きますよね。点眼の前にさ、先にちょっと爪切りますね。爪がかなり伸びてそうなんで、それから点眼展示していきます。はいはいはい、よし、スタート。